そして JR 駅からは菅原敦賀氏に話を伺っていきたいと思います。
桜木氏といいますと、去年はシリーズで優勝ということで、シリーズ大変いいイメージがあったと思いますが、桜木氏、いかがですか？そうです、去年は本当に流れが良くて、運を見せてくれたので、優勝できました。さて、今年のシリーズの戦いを振り返っていただきますが、盛岡で優勝しました。今年のご自身のレースはいかがですか？初戦はいい感じに流れてくれて、2着だったんですけど、2戦目でちょっとポイントを落としてしまったので、全体的にはあんまりポイントを稼ぐことができなかったです。改めてヤングジャッキーズシリーズでの抱負をお願いします。そうですね、まあ、去年も優勝させてもらっているので、今年も優勝を目指して頑張ります。そして川崎競馬場のお越しの皆さんに、そしてインターネットあるいはテレビを通して見ている全国の皆さんに、ご自身の自己 PR をお願いします。まあ、この若さを生かして精一杯頑張ります。桜井氏でした。お越しお願いします。さあ、そして菅原氏に話を伺いましょう。さあ、3月にデビューしました。ここまで JRA 27勝と活躍していますが、どうでしょう、どっちのここまでの成績を振り返っていかがですか？はい、盛岡競馬場でちょっと並んでいただいて、まあ、ポイント的には2位なんで、そのまま盛岡競馬場本戦戦略に頑張りたいと思います。このヤングジョッキーズシリーズ、まあ、これまで去年あるいは今年のレースも見たと思いますが、このシリーズに対してどんなイメージを持っていますか？若手が争う戦いですね。若手が争う戦いと自分が参加してみていかがですか？そうですね、負けないように頑張りたいなと思います。では全国のファンの皆さんに向けて、ではアピールをお願いします。はい、今日も2戦ありますけど、しっかり成績残して本戦に行けるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。大きな拍手をお願いします。この16人の若手特に大きな拍手をお願いします。どうぞ馬券をお買い求めいただいて、この16人の腕を注目していただきたいと思います。ギリギリまで収まっていただいて、2レース終了後に表彰式もありますから、どんなレースをお願いします。全然下がらない、一番後ろの石のところまでお下がりいただいてよろしいですか？ありがとうございます。はい、それでは取らせていただきます。はい、それではこちらお願いします。それではいきます。はい、もう一度こちらお願いします。はい、いきます。はい、よろしいですか？はい、じゃあこちらお願いします。もう一度奥の方、奥の左の方ですね、こちらご覧ください。お願いいたします。よろしいですか？すみません、もう一度この右の方、あちらの右側の方、皆様見てください。お願いいたします。一緒の方お声掛けください。お願いします。よろしいですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では皆様、大きな拍手と声援を改めてお願いします。頑張ってください。頑張れ、頑張れ、頑張ってね。頑張れ、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 ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。公開のないのも一緒なのか、あ、わかんない、あ、YouTube あ、見ない。やばいね、人気だね。